Más. Sí, un buenos encuentros mundiales en la educación de Abu Dhabi. Tampoco son muy importantes. Global Just Recovery Gathering. Global Just Recovery の集い、公正な再建ですね。こんにちは、ありがとうございます。私はイランズグマです。ブラジルベースです。南アメリカのリーダーをしています。本日は発表させていただいてありがとうございます。今日いくつもの危機があるわけですね。その危機というのはすべて自然との関係を失っている、つながりを失っているということに理由があります。人間が土地やその住んでいる場所とのつながりを失っているわけです。そのような話をパネリストの方から聞かせていただきます。アドリアナ・カルデロンはメキシコの若い活動家です。フライデーフォーフューチャーメキシコに参加していて、それからマパー族を代表しています。それから南アフリカ人のタズイム・エソップさんにもお話しいただきます。社会的正義についてお話しいただきます。それからクライメートアクションネットワークに関係していますね。それからアイルトン・クレナック、そしてバンダナ・シバ先生、インドの医師でいらっしゃいます。彼女からもお話しいただきます。人間、人にどのように関わらせて、そして女性の権利をどのように保護していくのかということについてお話しされている方です。グローバル500アースデーの賞も取られている、アワードを取られている方です。皆様のこういった経験のお話をしていただきます。どうやって世界の終わりを遅らせることができるのか。こんにちは。世界の終わりをどのようにして遅らせるかと私も考えたときに、まず思ったことがあります。私は自然とどのようにつながっているかと、私の友達はどうだろうかと考えたわけですね。そこで初めに思ったことは、私は庭を持っているなと思っただけなんです。庭を持っている、それで足りるんだろうかと。私の友達も庭を持っていますが、それでいいんでしょうか。メキシコの子どもとして、まずそれで十分だろうという話をしているんです。もちろん花を摘んでも木を切っても庭で何をしても特に大きな影響はないわけですよね。誰もそれで困ることはない。ですが、そこから一歩先を考えたいと思いたいんです。世界が終わると、そこで木が足りない、資源が足りないということになるわけですよね。そういったことを私は何回も考えるようになったわけです。子どもが環境について考えなくなった 現代、花を切って木を切って自分たちのために何でもしてしまうというところ、こういったこの子どもとして成長するときに、このような経験でいいのでしょうかと考えるようになったわけです。批判的な思考が必要ですよね。やはり自然をありがたいと思うこと、そして資源だというふうに理解することが重要だと思います。自然というのは若者だけではないです。大人からしても
ただの資源だというふうに考えてしまうんですね。人がやはり自然を資源とだけ見てしまうと、そのままでは良くないと思うわけですね。自然には何でもしてもいいというふうに上から見てしまうわけです。大人はこのような考え方で育ってしまうと、またそして政治家になったりするわけです。やはり先住民のことを上から目線で見たり悪用するようになるわけです。やはり子どもとして自然というものをの教育を受けていないのですね。メキシコでは本当に自然が先住民から奪われています。活動家たちが土地を守るために何人も死んでいます。土地、自然というのは食べ物を与えます。そして住まいを与えます。家なんです。私たちは彼らの土地、権利を守るべきです。政府は自然は彼らのものだ、自分たちのものだと勘違いしています。ですからそういった活動家たちが殺されるわけですね。カルスクエスカ族の土地を守ろうとしている若い活動家が家の外で殺されました。ただ自分の土地を保護しようとしていただけなんですね。それからやはり原住民の文化というものを私たちより下等のものであるというふうに考えている人たちがいます。原住民、先住民のことも自然のように使い捨てできるというふうに考えている人がいます。これは本当に良くないことです。人々そして政府というものが先住民のことを使い捨てできるというふうに考えると、黙らせるということにつながるんですね。ですから私にとって私が重要だと思っていることを言わせてください。どうやって世界の終わりは遅らせることができるか。まず先住民の先住権を守るということ、認識する、土地を守る権利があるわけですね。その土地は彼らのものなんです。そして子どもたちをそのように教育する必要があると思います。アンドレアさん、ありがとうございます。本当にインスパイアされるようなお話だったと思います。今日このイベントに紹介していただいて、こういったパネルで話をできるということを非常に光栄に思っております。イランさんと同じように私もバンナナさんの本をたくさん読みました。若い時に読んだんですけれども、そういった本を読んだことでいろいろ奮い立たさる思いがしました。どういったコンセプトに引き込まれるような思いがしました。私の人生、そして私がしている取り組みにも影響を与えたことだと思っています。アドレナさんが先ほど言われたように、やはりこの世界の終わりが終わらないようにするためには、私たちがアクションを起こさなければいけません。でそういったことをするには、まずその人の力を一緒にして
その力を使って、この今直面している危機、それが世界の終わり、つながらないようにしなければいけません。それを団結してみんなと取り込まなければいけません。どういった未来を求めているのか、どういった形にしたいのかということを考えることで、この変化につなげることができます。これがまさにこの南アフリカでの動きにつながるんですが、人の力を使えばいろんな変化が起こせるわけです。南アフリカでもアパルトヘイトがありましたけれども、いろんな力を講じることで自由に私たちが解き放たれることになりました。それにはやはり人の力が必要です。それがまず起点となります。そしてその力をどういうふうに使うかということなんですが、やはりこの今の世界にある政治制度、そして我々のリーダーがいます。去年あったようにこの民主主義に反対するような国家主義、そういったものがどんどん台頭してきています。そういった今の指導者というのは人々が選出した人です。そしてリーダーシップだけではなく、この政治制度というのがこの裏付けとされていて、こういったシフト変化につながっていると思います。この前進ではなく後退している原因になっていると思います。それがまず一つ目の提案です。ですから精力的に人と一緒になって団結して、このビジョンを持って、この政治制度、経済制度、そして社会的な制度を変えるんだという思いが必要になります。2つ目は、私たち人がその力を使って、この消費者としての力を使う。ですから、この汚れた原因になっている、いろんな業界がやっている取り組みをやめさせるようにしなければいけません。農業、化石燃料企業、いろんな業界がありますけれども、アドリアンさんも話をされていました。消費者としてそういったことを変える力があります。ですから、その既存のモデルとして存在するこの持続可能ではない生産、製造、そういったものを変える必要があります。こういったことを考える、変える必要があります。そして最後に、この人としてこの世界が終わらないようにするためには、我々自身が自分たちの生活スタイルを変えなければいけません。そうすることで、その差別化を図るわけです。貧困、いろんな危機がありますが、この富裕国、そういった富裕層の人々がこういった問題を起こす原因になっています。この富裕層、貧困層との格差というものがあって、我々がこの社会的環境面での危機で経験している、こういった問題の原因になっています。ですから、世界の終わり、それを避けるためには我々の力を投入しなければいけない。そして決意を持ってより良い未来に変えるんだという気持ちが必要になります。皆さん、ありがとうございます。それか初めて皆さんにお会いしていますけれども、アイルトンさんには以前お会いしましたね。私の自身の経験、それからこのエコロジックと、そういった考えからいきますと、この持続可能を考える世界というのがガイアです。この大地の女神ということで、
地球がなくなることはありません。常にここにいます。この何十億もの間存在してきたわけです。そして今後数十年は残るでしょう。そしてこのそれに対してこの産業革命、そしてこの植民地支配、そういった馬鹿げたことがいろいろ起こってきましたが、そういったことにいろいろ計算をしていることというのは全てが間違っています。これは真の生産性、人の創造性とありますけれども、地球自体はそのまま今後も転属し続けます。ただ問題はこの地球の特定の地域、特定の部分が滅びてしまうかもしれないということです。ですからこの人間中心の考え方がありますけれども、この人間が今今後まだ何十年もこの世界を支配することになれば、我々と人間がその滅びることになります。それがまさに差し迫っています。それがこの正義絡み合って、この決意を持ってこういったことを起こらないようにするように必要があります。ですからその遅らせるだけではなくて終わらせなければいけません。南アフリカのその分離、そういったことがありましたけれども、いろいろ協力をすることで変化が起こりました。1960年、70年にまず法律に来て、そしてインドに来て、そしてさまざまな企業以外の組織も出来上がりました。この帝国主義というのを終わらせることができました。ですからそういったアクションを起こすことで、人が行動を起こすことで、そういったことに終わらせることができました。ですからこの帝国主義というのは我々の時代でもこの地球全体で大作虐を起こす原因になってきました。 GMO といったこういった遺伝子組み換え作物に関しても、こういったものを作ることによってアマゾンが破壊されたり、そういった大自然が失われてきました。アマゾンというのはもう今消滅しつつあるわけです。この先住民のせいや、そして小規模な農場のせいではなくて、そういった経済活動によって失われているわけです。ただ帝国主義に関しては終わらせることができました。そして7、8カ国ではこの GMO がこれ以上増えることはなかったわけです。新しい GMO、 この IT、 そしてマイクロソフト、ビル・ゲイツ等がこのモンサンジェルと手を組んで実施したわけです。ですからこういったムーブメントも今増えてきています。ですから私たちは遅らせるわけではなくて、この世界の終わりというものが起きないようにしなければいけないわけですね。科学的証拠で分かっています。10年以内に私たちが本当に方向性を変えないと人類は絶滅します。アドリアナさんも先ほどおっしゃっていましたよね。私たちは全てが小さいものから育つということを忘れがちです。種から植物が育つわけです。アパルトヘイトでも同じです。小さな運動から少しずつ広がって、そこで法的な自由が獲得されたわけです。庭というのは私はとても重要な想像力だと思います。パリ協定にしても、ここでパリで庭を作ったわけですね。政府は
自然を守れないかもしれません。ですが、私たちは自然を守ることができます。森林破壊ではなく、森林がなくなってもどこにでも庭を作ればそれが森となるわけです。地球というものは生き続けます。先住民を守りましょう。こんにちは、アドリアナさん、タンジームさん。素晴らしいお話をしていただきました。特にバンダナさん、このようなオンラインでスクリーンであったり技術的ないろいろな制限がある中参加していただいて本当にありがとうございます。ブラジルに90年代に皆さんいらっしゃいましたね。そして生物多様性の会議で話し合ってきました。こういった場というのはとても有意義な場所です。このようにいろいろな意見を交換して、そしてアドリアナさんのお話が聞けたのもとても光栄です。若い世代の声が聞けることは素晴らしいことです。これはこういった観察をしている、世界について観察をしているというこの若い世代の声です。若い世代は今の状態の世界を受け継いでしまったわけです。私が見ているのはこの世界のこのデリバリーをしていくというキャパシティについてです。提供をするためのこの世界と考えてしまうと世界はいくつにも分断されてしまっています。気候変動の問題になりますと、もっと世界が分断されていくのではないかという疑問に駆られるわけです。そしてバナナさんがすでにおっしゃいましたけれど、世界は人間中心ではないわけです。この世界というものは人間のための遊園地ではありません。地球の生物圏の話を私たちはしているわけです。この惑星地球の生物圏というものは自己再生ができるわけです。ですからアドリアナさん心配しないでください。そういった小さなお花であるとか素晴らしい有機体というものは自己再生できるわけです。私が言いたいのは人間というものが、人間が絶滅の危機にあるということです。70億80億人といるわけですよね。この人間というのは自分たちの愚かさがゆえに絶滅の危機にある動物の種類の一部になっているわけです。この愚かさによる絶滅というのは我々の祖先が地球上での暮らし方の指示を示して与えてくれたことを思い出せば何とかなるかもしれません。祖先は地球の有機体である美しい庭というものを後世に残してくれたわけです。そういった人間がその地球に穴を開けてしまい、その庭にはもう何も残っていません。20世紀の文明化により我々は石油漬けになってしまいました。ここで私が言いたいのはもうこの石油というものは耐えられないんです。どこを見ても石油ばかりです。車にも家にも携帯電話にも石油は私の上にも下にも右にも左にもあります。私は石油にどっぷり使ってしまっています。ですからこの石油の漏出というものは誰の責任なのか私は知りたいです。化石燃料というのは地下に眠らせておくべきものだったんです。何百万年もの間化石燃料というものは理想的な状態にいました。それはコロナのワクチンと同じです。摂氏マイナス70度で貯蔵されていなければ悪くなってしまうわけです。石油も摂氏氷点下10億度で地底に眠っていなければならなかったわけです。愚かな人間がこの大虐殺というものを
石油を通して行っているわけです。クジラ、ゾウ、シロクマ、アリ、そしてクマ、生命を殺しているわけです。こういった愚かな人間というのは、司令官となって、この処刑台を創業しているわけです。これは、どこか数カ国に限られた話ではありません。メキシコ、ブラジル、アメリカ合衆国、ロシアというだけではないんですね。これはこの私たちの地球というものをこのようにありえないような許可を勝手に自分たちで与えて勝手に操作してしまっているということ、それは偽物の市長、市民、大臣を装う大企業です。大企業が理不尽な許可を持ってしまっているわけです。この人たちはただの人形です。大統領だ、首相だと言いますけれど、彼らはただのファンタジーに過ぎません。風が吹けば吹き飛ばされてしまうんです。私たちの祖先はとても強力な方法、遺産というものを残してくれました。ガンジーを思い出してください。アフリカのマンデラを思い出してください。とても鼓舞するような方法で、こういった女性、男性が今まで祖先が一つの大きな方法論というものを打ち出してきたわけですが、それが一時的に私たちは無効にされてしまっているわけです。それはその理由というのは、市民が消費者と書くことを受け入れてしまっているからなんですね。タズニムさんも先ほどおっしゃいましたが、どうやってこのグローバルなプロセスであるこの消費者ということに私たちはなってしまっているのでしょうか。その消費者としてのニーズというのは本当は存在しないんです。それは市場が勝手に生み出しているだけなんですね。消費者とではしてではなく、市民として環境保全にどうやって取り組んだらいいでしょうか。ここで必要なのは市民であります。消費というものは、消費者は愚かです。そして毒づけになっています。私はこういった市民とのダイアローグ、対話をしたいと思っています。アメリカ南北を通して、そしてアジア、ヨーロッパ大陸、私は消費者には興味はありません。このパンデミックというものが起きましたけれど、この火星ロケットを飛ばすだ、衛星を飛ばすだということにしていますよね。火星にサロンを作ろうとしていたりしますよね。これは何なんでしょうか。このような強欲というもの、火星に行って火星旅行したいというような人たちがいるなら、それでは火星に行くチケットを買って、そうするとまた市場の力によって、そういった愚かな人たちはそういったことをどんどん続けていくわけですよね。そしてこういった、もう一度我々は歌い踊り出し、そして空を見て今後のことを考えなければいけません。この文化的な遺産、そして世界のことを一つの共通の遺産だと考えて、そうする思うことが必要です。このグローバリゼーションのロジックというのは、この70年代、80年代のその考えが基づいています。こういった子どもも若者も、90年代以降の生まれた人々全員が、こういったメカニズム、このフルのサークルでまだ見られていないわけです。この大きな企業やそういったところがこのホラーショーを始めようとしているわけです。ただこの地上のエコシステムを我々は守らなければいけません。この責任感のないそういった取り組みというのはやめさせなければいけません。この政府やそういった工作されたそういった取り組みはなくしなければいけません。そしてバンナさんが言われたように、
この人形と化している人たちをというのは現実に目を向けなければいけません。マイクロソフトのパートナーとしていろんな企業がこの地球上の種をコントロールしようとしています。しかしながらこういったこの世界が今この億万長者に名を連ねる一部の人々の身勝手な行為で欲望によって作り出された大災難を迎えるためになってしまいます。ですからそういった方々、億万長者の方々、ビル・ゲイツさんもそうですけれども、私はそういった方々にこういうことをお願いしたいと思っています。この世界の終わり、そして世界の終わりを遅らせる、そして火星にスパサロンを作るとか、そういったことがありますけれども、まさにそういった方々と私は そのアイデアについて議論したいと思っています。ではこのこういう自分自身、そして地球に対して、こういったムーブメントに対してどういう決意を持たれていますか。私は今ここに原住民の保護地域でいて、私この古い家に住んでいますけれども、500メートル離れたところに川があります。ここは毒性のある泥に侵入された、侵された場所になっていますけれども、まず私がしたいのはこの川を観察するということです。そして2つ目に、まず世界のいろんな各地にいる同じ思いを持っている人たちと話をしたいと思っています。アドルさんが言われたようにですね。そして最後に、このグローバルのネットワークに私は責任を負っているわけではないので、この地元でこういった行動を起こすことが必要だと感じています。ですからその世界の人々とのやり取りを私が責任を持ってやるというわけではなくて、地元でそういった行動を起こす必要があります。私の決意というのは、まあ、これまで50年間自分が決意を持ってやってきたことを、これ今後も続けるということです。そしてパリ協定でもあったように、この私のヒマラヤ山脈でも私が決意を持って取り組みを続けていくということです。ですからこの地球を守るために私がそういう行動を犯さなければいけないと思っています。それを団結してやる必要があります。そしてこの GMO 等のこういった偽りの事実を暴露するということも必要だと思っています。そしてメキシコでは勇気ある行動を起こしています。そして GMO も終わらせなければいけません。そしてこの生活というのは発明ではありません。尊厳を持った生活のためには、自由を取り入れて、そしてこのデジタルマッピングを使ってこの新しい種を生み出す必要があります。この支配した土地をもう一度いい目的で活用する必要があります。そして私はこのムーブメントの中で1976年に活動を始めましたが、これを続けていく必要があります。そしてこの撲滅、森林破壊、そして砂漠化するさまざまな危機に立ち向かう必要があります。私たちはこの多様性を守らなければいけません。この食料を人口の倍の量を作る必要はありません。そしてアマゾンの破壊をみんなと団結して食い止める必要があります。そしてこれも
GMO をなくそうというキャンペーンの一部として各地で実施しなければいけません。この化石燃料に関してはさまざまな隠された要素があります。農業さまざまな要素に変わってあります。このフェズ運河では大きな大型船が停泊しています。でこういったこのいろんなフェーズがありますけれども、このデリバリーサービスという素晴らしいフレーズを使っていますけれども、こういったこの経済活動がありますが、この民主主義を確立しなければいけません。そしてこの偽の解決というものがあると思います。そしてこの計算でできた計算上の実質ゼロというものがありますが、こういったこともやめさせなければいけません。このすべてにこの自然があるわけです。そしてこの現めちゃくちゃ化するということをもう一度見つめ直さなければいけません。そして他のにもさまざまな偽物のものがあります。この偽物の食料、そして私たちはこの自然の一部です。この真の食料というのが私たちがちゃんと育てて口にするものなのです。この新型コロナというのはまさにそういったことがうまく機能していない一つの証だと思います。ですからこのアドリアさんが先ほど言われたように、この庭というのがこの起こす一つのきっかけになっているわけです。バンナさんが言われたように、私自身が決意したいのは今後も決意したこの決意し続けるということです。私はこの人生の大半をかけてこのさまざまな正義で勝ち取ろうと戦ってきました。この気候危機、そういったことというのは基本的にはこの公正というところになります。この危機の責任を全く負わされる必要がないのに、結果的に負担だけ負わされているという状況があります。ですからこの自然にこの正義を持ってくる、公正を持ってくる必要があります。その自然との関係を見直して、そしてこういった決意というのは常にもう一度見つめ直して、こういった熱意というのは素晴らしいものですから、このパネリストの皆さんと決意を持って進めていきたいと思っています。ムーブメントに対するコミットメントもお話しさせてください。これはまあ偉そうに聞こえると困るんですけれど、私はグローバルなネットワークのかなり大きなネットワークのリーダーですから、それを活用するべきだと思います。その立場から私はこういったこの決意、そしてこの正義への戦いというものを使って、このシステム自体を私たちは廃止するべきだと思うんですね。この私たちが置かれている大危機を起こしてしまった世界の制度です。これを廃止したいというふうに私は思っています。私たちはポリシーに基づいて活動をしていますけれど、こういった力というものをボトムアップでつなげて活用していきたいと思うわけです。ネットワーク全体がそのようにシフトしました。
地元の人たちの力、その人たちの力を構築して、どうやってこの世界全体にプレッシャーを与えていくかということが私たちの決意です。正義のための戦いは続けます。その方法というのは、人の力を構築し続けるということで行います。地球への決意ですが、バナナさんもおっしゃいましたけれど、地球はどこにも行きません。ただ私たちに必要なことは、それを尊重して、そして謙虚でいることです。地球を目前にして、謙虚さを忘れてはいけません。それが私の決意です。そしてもちろん、この緊急性ということを忘れてはいけません。バナナさんもおっしゃいましたけれど、この2050年までにはどうしようといっても、そういった制約をしている人たちは2050年にはもう死んでいる可能性も高いですよね。そうすると責任は負わないわけです。ですが科学では2030年までに革命的な変化を起こさないといけないということが明らかになっています。それは排出量にしろ、化石燃料はまず廃止しなければいけません。化石燃料は将来続けることはできません。今廃止する必要があります。それは長期的に再建するという話ではないんですね。今行う必要があります。いずれ皆さんにお会いできることをとても楽しみにしています。皆さんすごくインスピレーションを与えてくれました。あなたもインスピレーションすごくある人ですよ。私たちはあなたから勇気づけられているんですよ。ありがとうございます。ちょっと泣きそうですけど、今ちょっとパネルディスカッションなので泣けないですね。私にとっては私の決意はまず勉強を続けるということ。私はいくつも本を読まなければいけませんし、皆さんのようにインスピレーションを持っている人たちからインスピレーションを受けたいと思います。資本主義の理想化を止めたいと思います。資本主義はどこにも私たちの未来はありません。庭の手入れも続けます。バンダナさんがおっしゃったように、私は庭が大好きですし、種を植えてインスピレーションを与えて続けられたらなと思います。勉強を続けて、皆さん3人のようにインスピレーションが高い人になっていけたらなと思います。ありがとうございます。素晴らしいパネルディスカッションありがとうございました。ハグをしていくことを、地球をハグしていくことを続けていきましょう。Global Just Recovery Gathering.